どう？今のスキップした？もしかして。いきなり当ててないんよね、私。2回目なんだ、今。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回はこの白猫ゴルフをやっていきたいと思います。めちゃくちゃ最近配信されたばっかりのね、配信されたばっかり、リリースされたばっかりのアプリなんやけど、はい、やっていこう。ゲームを始める前に、はい、利用規約、あ、なるほどね。一旦開かんとチェックつけれんパターンね。こういうのみんなちゃんと読みよんかな。私全然読めてないけど。ターゲティング、私このトラッキングとかさ、途中からめっちゃ出だしたやん。いつも同意せんのやけど。はい、名前はあーゆーな。よし、行こう。ゲームをプレイするための最新データを。はい。なんか今回のこの、びっくりした、喋り出した。ようこそ。めっちゃびっくりした。ゴルファーの楽園。なんかね、頭身、キャラクターの頭身が変わったんよね。いつもなのチマッとしたキャラクターじゃなくなったっていう。あー、すごい。ほんとや、体が長い。体が長い。でもプレイ画面でもこんな感じなんかな。まだ見ぬ世界が。かわいい。あなたを待っています。めっちゃかわいい。私基本的に自分個人的にね、あのアプリゲームとかするとき常に無音やけんさ、めちゃくちゃビビるんやけど、音鳴るの。声優さんが豪華とかゲーム音楽がみたいなん全然ないよね。ゴルフクラブへようこそ。飛行島ゴルフクラブ。ゴルファーたちが集まるね。怖いんやけど、すごい分身がいっぱいおるんやけど。ゴルフの楽園。うんうん。かわいい。キャトラ。でもさ、アイリスとちょっと疾患違うことない？若干。私、ゴルフのルール自体はそんなに把握してないけんね。ゴルフゲームはやったことあるけど。あ、まああれよね。YouTube でも私、ミンゴルはやりよったよね。ミンゴルはさ、私、何回か、インストールして、アンストして、インストールして、アンストしてっていうのを繰り返しようよね。なんかいろいろと難しそうだな。こんにちは。私はチャコ。かわいい。飛行島ゴルフクラブインストラクターよ。基本的にかわいい。猫耳。ゴルフがプレイできるように。私普通のさ、あの白猫、あれもさ、まあ同じくインストールアンストインストールアンスト繰り返しよって、あのキャラクターもそんなに把握してないんやけどさ。はい。ショットの操作方法、青い丸をタップしながら引っ張って動く的に向かってフリックでショット。は、引っ張って動く的に向かってフリックでショット。なんとなく分かったかな。なんか前回もさ、何やった、白猫テニスってやつがあると思うんやけど、あれ結構酷評じゃない？ゴルフはどうなんかなって思うんやけど。この青い丸をどれだけ引っ張るかで、ショットのパワー、50%、100%。パワー。なるほどね。パワーのパーセンテージが変わるんや。飛距離。このピンクの部分が的よ。うんうん。この的に青い丸を当てると、ショットできるわ。あの白い部分に当てればいいん？ピンクの範囲内やったらどこでもいいんかな。あ、右に曲がるとか左に曲がるとかそういうこと？今回は 100% まで引っ張って的に当てる練習をしてみましょう。うんうん。ゴルフって最初のうちはクラブをボールに当てるのがすごく難しいスポーツなの。ゴルフなんか小さい頃にうまく打てるようになるとすっごく気持ちがいいから、生きよったような気がする。打ちっぱなしとか。100% まで引っ張って的に当てよう。100%。待って、思いっきりミスったんやけど。的に届くようにフリックするのがコツよ。はい、やり直しましょう。やり直しましょう。はい。やり直させてください。ぜひとも。100% まで引っ張って的に。ナイスショット。イェーイ、やったねー。今のスキップした？もしかして。いきなり当ててないんよね、私。2回目なんだ、今。次は3回連続で的
ットに当てるんですよ。マジか、待って。安定して当てられるようになることが上達のコツよ。はい、頑張ります。3回連続で。もう一つコツを教えるわね。うんうん。ショットのコツ、的に当てる前に指を離すとやり直せるわ。うまく引っ張れていないと思ったら試してみてね。あ、的に当てんかったらとりあえずは飛んでいかんってこと？よし、 100% まで引っ張って的に3回連続で当てよう。はっ。もう結構いい感じじゃない？やるわね。イエーイ。もう一回。はっ。お、結構ど真ん中ぐらいいったんやない？グッド。イエーイ。これってさ、最初のプレイキャラはこの子で固定な感じ？女の子になりたいんやけど。まあ、さっきあれか、ホーム画面にうじゃうじゃおったってことは、始めたばっかりで、まだ他のアバターが解放されてない人だらけってことなんか。センスあるってやったね。私から程遠い言葉な気がするけど。うんうん。的の中央にある白いところを狙う。OK？ボールを狙った方向にショットすることができるわ。試しに3回的の中央を狙ってショットしてみてね。3回的の中央を狙って、それは3回当たらんといかんってこと？とりあえず狙ったけど失敗ぐらいは大丈夫。グッド。この調子ね。よし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 、いけい。あれをね、動きよるのと、あの手とちょっとなんか距離感があるけん、若干早めに打たんといかんのか。ずれてる。今ね。まあでも3回やったよ。すごい。うまく中央に当てられてるわ。優しい。これで基本はインストラクターがとても優しい。練習終了をタップするか、次のステップに進むわ。うんうん。それまでいくらでも練習してオッケーよ。なるほど。いや、練習を終えて次に進みましょう。それじゃ、実際にホールに行って私とゴルフをプレイしましょうか。ふう、頑張ろう。ピッチ&ランショット、ピッチ&ラン、ちょっと読ませて。読ませて。1番ホール、パー4、チュートリアルホール1、2人で一緒にゴルフを楽しみましょう。エンジョイ。悪くない流れじゃないか。ここからは実際に打ち進めながらルールを教えるわね。え、あのアーチ超邪魔そう。当たって落ちてきたりとかせんかな。ボール、場所がティーイングエリア。2人交互にボールを打っていって、うんうん。あ、まああんな高いとこまで届かんか。近寄ってみたらめちゃくちゃ高かったね。カップにボールを入れられるか競うのよ。画面の上のエリアをタップしてどこを狙うか決めてね。どこ？これ？あ、なるほど、近づける。ボールは手前の点に落ちて、うんうん。奥の点で停止することを示しているの。結構転がるんやね。なるほど、え、めっちゃ転がるやん。これはやっぱり風の具合とかでも変わってくるってこと？白い円に止まるよ。ショットしてみましょう。白い円の内側にボールが止まるよ。もうちょっと円の中心に向かってショットしたいわ。これでショットする方向が決まったわ。オッケー。戻るときはもう一度タップよ。要はこれでさっきの的の白い部分に向かって当てたら、ここ向かって飛んでいくってことやろ。ここからは実際にショットを進めていきましょう。よしよし。ショットのコツ、引っ張りすぎちゃったときは指を離せば引っ張り直すことができるわ。何回言うんだそれ。もう一度説明が見たいときはさっきと同じじゃね。右上をタップしてね。いや大丈夫です。ショットしてみましょう。いけた。何あれ、アーチちょっと微妙に右の方かけとんやけど、気になる。あ、ナイスじゃない、やったね。よし、ナイスショット、ナイスショット、フェアウェイ。すごいすごい、ナイスショット。円の内側に止められたわね。よかった、バンカーとかいかんで。次は私の番ね。あ、そっかそっか、二人でやっていきよね。今かわいい、いいな、女の子キャラにしたい私も。やっぱその辺のキャラクターはガチャで排出って感じかな。でもあんだけ男の子キャラで溢れてるってことはやっぱり確率低いんかな、当たるの。だって絶対最終やけんさ、10連とか回せるわけやん。ここ
距離やきっとショットする地面の状況に合わせて自動で選択されるわ。え、自動で？なるほど、まあ自分で考えても多分できるんやろうけどってことかな。慣れてきたら持っているクラブの中から自分で選択しても OK よ。いや、自由で大丈夫です。助かる、そういうのね、私みたいな例えばさっき使ったドライバーはよくわからんけどっていうタイプのには使えないの。ドライバーは1打目のティーショットだけ。へえー。状況によって使えるクラブや使えないクラブがあるってことね。うんうん。つまりいろいろなクラブを持っていた方が状況に合ったクラブが使えて有利になるわ。まあ確かにね、選択肢が増えるってことやもんね。それじゃあ選択されたクラブでショットしてみましょう。了解。アイアン L と、その前に L って何？ショットの種類について説明しないとね。ショットは2種類。ショットはドローとフェードの2種類。ボタンで切り替えられるわ。ドローとフェード。ふんふん。ドローはこんな軌道を着弾後に転がりやすいのが特徴ね。ふんふん。フェードはこんな軌道を着弾後にあまり転がらないのが特徴ね。あ、じゃあ、そのものズバリここに止まってほしいってやつはフェードの方で打ったらいいんや。覚えられなさそう私。なんか用語が多い。当たり前やけど用語が多い。待って。もうちょいこっちの方来といた方がいいよね。真ん中の方。この辺か？まあ、転がってくれても大丈夫じゃない？知らんけど。オッケー。ドローやけん、転がりやすいやつ？よし！ナイスショット！まあ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 、狙ったあたりやね。オッケー。私のすぐ横ぐらいに。おう、いや大丈夫じゃない？やべえ、一瞬ちょっとラフの方行くんかなと思ったけど。グリーンの近くではアプローチクラブを使ってね。うんうん、アプローチクラブ。アプローチは2種類。アプローチでもショットを切り替えられるわ。ピッチ&ランは少し飛ばして転がすショットよ。ピッチ&ランは少し飛ばして転がす、まあ、でもこれはなんか名前で分かりやすい感じがする。ロブは高く打ってピンポイントに狙えるショット。ほう、ロブ。高く打ってピンポイントに狙える。なんかさ、この言葉、ゴルフ以外でも聞いたことあるような気がする。あれ、ゴルフなんかな？あ、でもロブショットみたいなの聞いたことある気がするけん、やっぱり、ゴルフか。待って待って。この辺。オッケー。ピッチ&ランでいいよね。ちょっと距離あったし。じゃあ 100% で行けばいいってことか。100% やね。惜しい。うん、ナイス。思ったより遠かった、ちょっと。まあでも 100% でやった気にしょうがないよね。え、君そんな近かった？えい、ナイス。風ね。グリーン、これで決めればいいんやね。ほぼまっすぐ平坦 3.2。 これがあの何、カップまでの距離ってこと？これがカップまで。今説明してくれよった。今ボールからカップまでの距離が 3.2 メートルあるわ。うんうん。あ、次はパーセンテージじゃなくてメートルで示してくれとんや。高低差ね。上りや下りの時はボールを打つ強さを調整する必要があるわ。上りの時は強く、下りの時は弱くってことか。なるほど。下のパーセンテージ何あれ？ 86%、7%、7%。ボールが曲がるかどうかを示しているわ。うん、ほぼまっすぐ、まっすぐ打てばいい。オートで打つをタップすると、何オートで打つ、近づく、外れるの確率をもとに自動で打つ。あ、なるほど、その確率あれ。オートで打ったら 86% の確率で入るやん。今回は練習のために。あ、自分で打たされる。まあでもそうか。そうよね。パターの操作方法、操作はここまでのショットと同じね。 3.5 メートルくらい引っ張るとちょうどいいはずよ。カップまでの距離より少し強く打つのがコツなの。え？少し強く？お、なるほど。でも今 3.5 やったよ。レイヤー圏かな。これまっすぐよね。3.。え、どれ、これぐらい？弱いんですけど。ああ、入らねえ。入らねえ。めっちゃ美味しかった。的の右に当たると、的の右に当たると引っ張ったパワーよりも弱く打っちゃうわ。しかもボールは右に逸れてしまうから気をつけて。マジで右に、あ、そっかそっかそっか、右向きにやったもんね。
これまっすぐに当たっとったらいけとったんやないん。え、絶対いけとったよねこれ。出るまではオートで打つも使ってみてね。それを使わせていただきたかったわ今絶対いけてん。あ、オートで打つやってみよう。じゃあイエーイ自分でやってないけど最後上々だ。パーパー。え、じゃあさっきで生きとったらバーディーやったってこと？何オートじゃないんか自分でかって言ってもコンピューターやけん全てオートなようなもんやけど。やったパー。何ドローってこと？フィニッシュ。いいプレーだった。あ、ランクアップしたよ、ビギナー。ランクアップ、おめでとう。今日が初めてなんて信じられない。ゴルフの才能があるんじゃないかな。マジで？まあゴルフゲーム自体はやったことあるけんね。試合の成績によってツアーポイント言うて全然ダメダメやけど、ルールも把握できてないし。ランクアップだよツアーポイント。チェストもゲットしたわね。何チェスト？基本、チェストにはクラブをレベルアップさせるアイテムが入っているの。あれ、ゴルフクラブとか入れるバッグじゃないんか。だけど、たまにクラブそのものが入ってる。あ、いや、入ってることあるんやね。ドキドキね。早速開けてみましょう。なんか金ピカな感じやけん、入っとんやないん。え、どれ？報酬を受け取ってホームってやればいいんかな。あれを、チェストを押してもダメなんか。何ほら来たよクラブ。ラクーンアイアン M。 ドローとフェードの両方を打ちやすいミドルアイアン。うん、よく分からんけど、まあ使いやすいんやねクラブルーン、あ、ルーンや、ルーン後ろ猫やもんね。クラブルーンってことはあれか、クラブを強化するために使うってことやね。コインパス XP。 パスの経験値ってこと？クラブをゲットしたわね。多分あの無課金か課金かでパスも違うんよね。クラブにたくさん種類があるから、集めて使って自分に合ったクラブを見つけましょうね。うんうん。さて、私の説明はここまで。あとはアイリスが教えてくれるわ。戻りましょう。はいはい、オッケー。帰りなさい。どうでしたか？いや、まあ操作の仕方は分かったね。うん。すごいじゃない。クラブをゲットしたのね。イエーイ。まあ絶対手に入るやつなんやろうけど、チュートリアルで。使うことができないな。早速入れてみましょう。あ、セットせんといかんのやね。クラブ。今はクラブを5本セットしています。手に入れたアイアン M を6本目にセットしましょう。8本まで持っていけるん。すごい、めっちゃあるやん。その8種類から使い分けるんやね。プラスセットしたいクラブをタップすれば完了です。うんうん。アイアン M、 これで。で、あの矢印マーク、上向いての矢印マークついとるやつ、あれ強化できるんやね。次はクラブをレベルアップ。あ、レベル今からね。 OK です。レベルアップには先ほどチェストから手に入れたクラブルーンとコインを使用します。ふんふん。クラブをレベルアップすると、クラブをレベルアップするにはクラブの種類と同じクラブルーンとコインを消費します。レベルアップしたクラブは飛距離が伸び、コントロールが上がるため使いやすくなります。今所持しているクラブルーンはドライバールーンなので、より正確な感じになってくれるのか。ドライバー、あの矢印がついてるやつね。レベルアップ。イエーイ、レベル2。よきよき。めっちゃなんか飛距離とかコントロールとか上がりよる。よく見てないけどこれでレベルアップ完了ね。さて次は、その服も悪くないけど、もう少しゴルファーらしいウェアに着替えるのはどうかしら。あ、服自体変えれるんや。なるほどね。ではウェアを手に入れましょう。ガチャに行ってみてください。もうそっか、ミンゴロとかもそうやもんね。ウェアも変えれるか。ウェアはガ
もっていうかあれはあれか、キャラクターは変えれんのか、顔が変えれるけん、そういうこと。アクセサリー、無料で回せますよ。10回回すと、これチュートリアルガチャって書いてるってことは多分出るものは一緒なんかな。まあ、細々したものは違うかもしれんけど、多分バーンって出るそのウェア狙うんやろ今回。それは一緒なんやないみんな、おそらく必ずもらえるやつ。もうここの時点でわかるんやね、いいのが出るって。虹色のボールやし、君の実力を見せてもらおう。これウェア、始まりのレッド、赤髪のゴルファー専用、赤髪のゴルファー、イエローホルダー、イエローバイザー。あ、ここあれか、まあ、チュートリアルやけん最初このキャラやけんってこと。この子専用のものしかない。ブラックホルダー、何これスタンプ。まあまあ赤髪のゴルファースタンプとかあるんや、ガチャから出るんやね。全部ごっちゃ？え、めちゃくちゃ確率低くなりそうやね。ブルーホルダー。絆創膏。あ、いいね。やんちゃボーイやん。あ、スタンプ二つ目やった。ん？赤髪のゴルファー。かわいい。星たぬきバンド、朱色。マジでこれ赤髪のゴルファー専用なの？女の子じゃない？コールドアイドグラス。ふんふん。スタンプ二つあるの嬉しいね。星三やん。結構高いんやねスタンプで。お着替えですか。やったわね。いいな、シャルロット欲しいんですけど。着替え、あ、着替えもクラブから。はい、ウェア変更、ベースウェア決定。さっきまでどんなんやった。あんまり覚えて。何あれ、カラーもある。未所持。カラーも解放されるん。これそれもガチャで出すんかな。え、赤髪、赤髪じゃなくなるやん。あの青い髪のいいね。おしゃれを楽しみましょう。おお。それでは戻りましょうか。はい。基本的な遊び方の説明は以上です。あ、チュートリアルは以上ってことかな。簡単におさらいしましょうか。うんうん。まずは世界中のゴルファーたちとゴルフをプレイして腕を磨きましょう。あ、後ろに多分あれ思い通りの世界のゴルファーやろ。新しいクラブを集めたりレベルアップをさせましょうね。キャラクター自体はどうなんやろ。なんかその気分を変えて能力値みたいなの違ったりするんかな。かわいい。かわいい。ゴルフはコミュニケーションが大切です。うんうん。たくさんの人と出会って一緒にゴルフを楽しみましょう。エンジョイモードを楽しもう。エンジョイモードは2ホールをお互いがカップインするまでプレイするモードです。個人のスコアがいいほどツアーポイントが多くもらえます。2人でゴルフを楽しくプレイしましょう。2ホール？めっちゃ少ないやん。あ、ログ棒もらえた。ジュエル5個。あ、これリリース記念、あざーす。25個。少なくない？そんなもん？まあ、じゃあとりあえずエンジョイプレイやっていこう。エンジョイしかないんやろ？なんか横に動かせた。あ、他のプレイヤーさんやね。なるほど。エンジョイプレイ。期待してるよ。何32分って。始めようか。お、あ、これもうあれマッチング画面やったん。唐突やね。始めようか。え、可愛いんですけど。てか青髪いいな。やっぱガチャで出るんかな。いいな、いいな。やっぱアバター変えたいよね。27番ホール。初期ですって感じ。あ、はい。アップトゥーネクストやった。楽しませてもらおう。挨拶してみよう。挨拶。よろしく。あ、どうもどうも。どうもどうも。まあ、こんなもんなんかな。あ、もうちょっとこっちの方がいいかな。どっちでもいいか。よし。お、結構いい感じじゃない？真ん中らへん行ったよ。
何嬉しい、ありがとう。ありがとう、違うかな。反応してくれてありがとう的な。悪くない流れじゃないか。何、相手が打った時にああいう反応できるん。マジか。なるほどなるほど、コミュニケーションが大事ね。パチ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 。このありがとうで帰ってきた。ありがとうでいいよね。悪くない流れじゃないか。つま先上がり下がりのショット。つま先上がり下がりでは的が小さくなり、左右に飛びやすくなる。お、的が小さく？てか、人と対戦中にあの説明出てくるんやね。どこ？あ、これか。え？何？ 80% ぐらいで飛ばせばいいってこと？怖いんですが、あ、待って。あー！びっくりした。今のがやり直しってこと？え？待って、ごめんね、何回も。めっちゃ右向きに行ったけど。あ、強かった。ありがとう。よし。ちょっと嬉しさを表現しとく。ごめんね、時間をかけてしまった。お？あれか。あ、ってか、あれよね。さっきの時もなんか普通に見よったけど。あ、大丈夫、大丈夫。やりきれないな。ドンマイ、なんか顔文字何もなしでドンマイってちょっと嫌な感じかな。グリーンの高低差。グリーンには高低差があり、ショットしたボールが影響を受けます。高い場所へは強めに、低い場所には弱めにパットしましょう。うんうん。パターを打つ際、地面に傾斜があると、打ったボールが下り方向に曲がります。パワーが強いと曲がりづらく、弱いと曲がりやすくなる。なんか相手ありきの時に説明出されるとすごいなんか焦るね。少し左に曲がる？ってことは、この辺かな？少し？この辺？10.46、すごく下り。すごく下り？ってことは緩め？え、どれぐらい？これぐらい？ミスじゃない？今の。え、打てた？今。当たった？的。カクカクやったけど。悪くない流れじゃないか。優しいね。優しい人でよかったね。てか、これよ、これ。相手のさ、プレイ、どういう風にさ、調節しよるとか全部見れるんやねん。めちゃくちゃ緊張感じゃない？だって、なんか微調整しよるのとか見られてさ、何しよんこいつって思われたらどうしよう。そんなことする必要なくね？みたいな思われたらめちゃくちゃなんか、緊張感すごいね、それ。え、はい。なんかびっくりした。止まったんかと思った。よろしく。どう反応すればいいかわからんかった。なんか喜びを表現するような、この一番上のやつを押したかったんやけどなかった。パチ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 。でも自分の方が先にさ決めとって、ナイスとか言うのなんかちょっと嫌みげじゃない？深く考えすぎかな。ボギーか。大丈夫、まずまずの結果だ。大丈夫。私が行くよ、ここで拍手しても全然伝わらんねやけどね。とりあえず今のは？あ、でもこれあれよね。エンジョイなんやろ？楽しめばいいんよね。勝負じゃないんよね、別に。大丈夫、大丈夫。いけるいける。え？ 8 分めちゃくちゃ近くない？超近いよね。え？あれ、おいしい。そんな OB 悪くない流れじゃないか。じゃあやっぱめちゃくちゃ近いんや。近すぎてあれよね、調節しにくいんよね。え、どこ？ 70% ぐらいってことあれ。なるほど、この辺りかな。 70% めちゃくちゃ力出してしまいました。ちょっと待って。どや、あー、飛びすぎた。ですよね。それでも飛びすぎですよね。ラフ。楽しませてもらおう。ありがとう。どう？ 7、65 ぐらいか？つま先上がりって書いとったね。お、これは。よし。ナイス。よろしく頼む。
なんか言葉一個選ぶのにもめちゃくちゃ緊張するんやけど、何？ラフからのショット。ラフからショットする場合、クラブの的が小さく飛距離が短くなります。ラフ体勢のあるクラブだとショットしやすくなります。なるほど。そんなもん持ってないわな。どう？普通にこのぐらいの位置でいいんか。100% よね。いけーい。お、いい感じじゃない？近いよ、近いよ。ありがとう。イェーイ。イエーイ。これ相手、自分が相手のを見るのは何も思わんねえけど別に。自分の相手に見られるのめちゃくちゃなんか嫌やな。めちゃくちゃ嫌やな。どうなんこれって惜しい？パチパチってしとこ。上り、少し左に。少し左？少し、左に曲がる？左よね。うん。もう右も左も分からんなってきた。3.25、上り。上り、強めか。どれぐらい？これぐらい？強すぎたかもしれん。いや、いいか。やったね。やったやん。いや、待って。すぐに開いたけど、今。やったね。自分が決めた時にさ、なんか、これみたいなの出してくれんの。ダブルボギーとはな。ダブルボギーやけど。ちょっと嫌な感じやったかな。いや、でも。イエーイ。私の方が負けとったけんね。負けとったんよね、さっきの。フィニッシュ。お、ランクアップしたよ。初パー達成、初ミスショットなし。あ、回ったの自体初やけんね。退出早くない？ありがとうございました。まあ、それぐらいあっさりしとる方が気楽やけど。これ新しいクラブやったやん。今回チュートリアルじゃないけん、絶対じゃないやろ？ラクーンウッド。ドローとフェードの両方打ちやすい。ほうほう。クラブルーンとコイン、これは絶対ってことかな。この2つは。じゃあ、あとはクラブがあるかないかって感じ。あ、この3つか。パス XP やったー。早速クラブ増えたよ。あ、ツアーポイント、ツアーポイントが一定値まで増えるとランクアップします。うんうん。ランクアップすると報酬を受け取れます。新機能が解放されることもあるので、上のランクを目指しましょう。ランクアップおめでとうございます。イエーイ。報酬として、何、コントロールボール受け取れますよ。ボールも変えれるってこと？クラブだけじゃないんや。ショットするときに的が広くなる効果があります。うんうん。ボールの変更はティーショットのときにできるから、次のプレイで試してみるのよ。なるほど。報酬は忘れず受け取っておきましょうね。はい、受け取り。コントロールボールゲットで以上。あ、受け取りかやん。もう一括で受け取ろう。全部一括で受け取らせろよ。一個だけ選ばせるんじゃなくて。なんか実績達成したよ。片言みたいになったけど。でこれ何、真ん中のオープン。なんかあった。クラブルーン、コイン。クラブは入ってなかったんか。パス EX もないやん。あ、7時間59分って出てきた。あ、毎日1回無料でもらえるとか。1回どころじゃないね。1回どころじゃなかったね。なるほど。8時間に1回もらえるってこと。なるほど、なるほど。ってことは1日、まあ、最高3回はもらえるってことか。そんなにね、細かく見よるか知らんけど、みんな。まあ、こんな感じ？ふんふん。なるほど、なるほど。あ、左側も見える。みんなのアバターの格好を見るのも楽しいな。あ、コース変更までが21分。その時間なんね。自動的に、あ、今の時間はこのコースみたいなのが決まっとるってことか。なるほど、なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーってことで、とりあえず一回エンジョイプレイやってみたけど、これからなんかいろいろ、まあ解放されてない機能あるしね、うん、これから多分いろいろと、まあやり方みたいなの増えていくんやろうと思うけど、とりあえずあれだな、緊張感がすげえなっていうのが私の感想。相手に自分のしよることを見られるのがプレッシャーだ